どうも皆さんこんばんは、吉村です。さあ、ガズラバイアズラ転移種来たんだけど、ちょっと無理そう。今回はちょっとね、負け試合かもしれん。っていうのも、まあ、ガズラバズラ毒モンスター毒を使うんだけど、まあ、エスピナス転移種の初見プレイを見てもらえば分かると思うけど、あ、怒ってる。ちょっと待って、早い早い早い。あ、これが新しい毒状態だ。嘘嘘、早く、これって、この毒状態やば。天使の毒って半端じゃないのね。でもエスピナスは閃光玉投げるとその毒状態を解除できるアイテムを落とすんだけど、こいつが落とす保証がないんだよね。で、毒対策用の装備も作ってないの。だからまあちょっとエグいかなと。まあそれでも一応こう勝つ気でいくから、とりあえずノーマルのガズラバズラで少し脳みそをガズラバズラにするわ。あ、ここも変わってるかどうかだよね。原種はこう近づくとってな感じなんだよね。あれが天種になってどうなってるかだな。ガズラバズラってモンスターは怒ってる時と怒ってない時の差が激しいみたいな、そういうコンセプトなんだよね。だから今こういう姿だけど、怒るとまだ怒んないか、怒るとすっげえ姿変わんの。生放送でフロンティアの運営の方々が言ってたんだけど、ガズラバズラ転移種もそういうコンセプトなんだって。だから怒った時にめちゃくちゃ変わるみたいな、そこも楽しみなんだよな。あ、怒ったかな、怒ってないか。あ、怒ったね。ほら全然違うじゃん、色も違うし。これが転移種で、どのレベルからどのレベルまで姿が変わるのか楽しみ。どうなるかな。てか、モンハン楽しい。もうモンハン全然最近やってなかったからさ、モンハン楽しい。もうモンハン以外ありえない。さあ行こうか。転移クエストもなんかすごい増えたね。なんかなんだろう、早かったなあ、ここまで増えるのすごく。ガスラバスラで問題は200引くか400引くか600引くか800なんだけど、最近さ、400、まあ400に初見行くみたいなのが、まあ最近の俺の風潮、初見プレイの。だけどさ、なんか400強くね？なんか、ガノドロス天守もそうだし、あと何、ミドガロンとか、ドラキュロス、ルコディオラ。なんか最近の天守すっげー強くない？で、まあ、200行きたいとこなんだけどね、俺、恐れてるのはやっぱそのリオレウスとか、ティガレックスみたいな、あの天使ね。超弱えじゃん、あいつら、初見でも。だからそういうのを恐れてついつい400を選んじゃうんだよね、動画的にも。あれだから。だから400行くわ。いや、問題マジ毒なんだよな。マジで毒。毒を解除できないから、あ、閃光玉とかちょっと持ってこうか、一応。閃光玉やって、その激毒を解除してくれる解毒剤を落とすか落とさないか。つかもう落とさなかったらもう実もう負けだよね。ちょっともう普通に素材玉分も全部持っていくわ。合計15個。え、一番にいるわ、一番だ。あ、てか落ちてる、初めから激毒のあれ落ちてるわ、解除する薬。さあさあさあ、え、白、めっちゃ白い。え、てか、これさ、全然天使見たくないね、見た目。オッケー、超効は効かない。これ初見用の装備だから、そう、これ、高毒液。閃光投げてみるね。え、閃光が効かない？バカ！お前、早速じゃねえかよ。え、なんでスタンスだ？早いんだ。早いんだってなんだ。早いんじゃ。ねえ、もうふざけてる！ふざけんなー！危ねえ！オッケー、まだ行動劇飲まない、まだ飲まない。で、ね、何これ、ちょっと待って。おつけおつけおつけ、まだ相手怒ってないぞ、怒ってないぞ、まだまだ怒ってないのに死ぬのは NG だぞ。よし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 、まあ初手はね、初手は逆に食らっていこうの精神で、逆にな、逆に、はい、よ、逆にの精神。え、なんだあれ、高毒液落としてる。つか、何やってる。え、何あれ、なんかボルガロスみたいなことしてんだけど。バカ、危ねえ、そういうことか。一旦飲むわ。
ッケーオッケーオッケー、毒もそろそろ切れるんじゃないかな。でこれ400、そうだ思い出した、400だとそんな毒の速度速くないわ。これ800だとこの2倍ぐらいの速度あるからね。もうさ開脚 G2 が早くもなくなっちゃうんだよこれ。なるほどね、かなり特殊だな技が。オッケー、あ毒治った、あれ治ってない、また毒になった。ちょっと待って、どうしよっか。あとは条件がわからないね。行動劇を落とす、潜った時ではなさそう。危ねえ、ちょっと待って、やばいんだけどこれ、毒治んないから何もできないわ。あ死んだ、どうしようこれ、これどうすっかな。とりあえず鉱毒液の入手方法を見極めないともう話になんない。閃光玉は効かないんだ、目が見えてないってことで毒になっちゃうと。で毒治んないからもう鉱毒液飲むしかないな。あ落としてる、あブレスを吐いた時か、違う、ブレスを吐いた時じゃない、違うかな。ブレスを吐いた時にランダム説、まあいいや、叩くか。これ音爆弾聞いたりしない、無理か。ちょっとなんか雪崩みたいなのが来たんだけど、え逃げたわ。いややっぱこう見ると毒耐性のさなんか装備作ってくるべきだったなって。どういうこと、しかもこれ全盲症に毒付きか。いやー死んだ、間に合い、間に合った、あああ飲め、早すぎー。いや無理無理無理、避けらんねえわ。オッケー、高毒液の効果がまだついてから毒になんない、一定時間毒にならなくなるからね。吐く、これ回避して避けらんないか、あ武器出してねえからだ。オッケー、そろそろ反撃タイムだ。高毒液また落とした、高毒液落とす条件が分かんねえ。これ拾える、拾える、拾えた。で、これはまあ大丈夫と。オッケーオッケーオッケー。コード劇2個か。はい。これ腕が発達してんのかこれ。腕だ発達部位。ほらほらほら、こっから逆襲じゃ。なあ、お前ケツからお前ジャンプと同時に毒を吐くな。潜るね。すごい潜るモンスターになってる天使は。ゲージはそこまで潜んないからな。あれこれさっきのやつかまた。あれこれ多分潜るよね、方向した後。あれ違う、危ない、うわ、はぁ、やば、原種の火じゃねえぞ。なんで今めくられたか、これ間に合わない、間に合わない。僕はちょっと一旦超越次行こう。オッケーオッケー、で飲む、よしよしよし。とりあえずランダムだね、落とすの。毒ブレス吐いた後とか、なんか行動パターンの後のランダムなんだと思う。逆に言えばエスピナスみたくあれじゃないんだよな、閃光玉で強制的に落とさせることはできないから。こいつさホーミングやばすぎん、回避必須じゃん。いやこれえぐいよこれマジで。逃げた、また逃げるな、俺が逃げてえわ。なんかやばい、はい、あーちょっと早すぎたか。くそ、高度劇落としてくれー、高度劇落としてくれー。毒来ないで毒直したばっか。あ見切る、オッケー、おらー、まだ怒んないか、おらー、怒った、ああ怒ってない、あと超越ぎてまた毒になっちゃったか。コード劇もうないよね、コード劇なくなったな。あ落としてんじゃん、
ちょっと立花全部、ああ立花全部打てなかった。しかもなんで俺毒になってんの。危ねえなー。え、これ毒治んないのかな、自然には。じゃなきゃもう終わり説あるよ。ちょっと慣れてきた。ここら辺で見ときたいな、治るか治んないか。え、何今の。いや、舐めないとじゃねえわ。飲まないともダメだな、ぶっちゃ正直。飲むわ。もう飲まないとダメだ。これはオッケーオッケーオッケー。いや怒らせ、あ怒った怒った。多分相当があるぞ。うわー、俺らなんだ、まとってた石みたいなくなったか。やば、急にじゃん。何あれ、おらー甘いんだよ。オッケーオッケー、まだ一応としかしてない。まだ諦めるには早いってばよ。やっぱり怒ると一撃ずつ持ってるよね。これがさっきの技。うおー広い愛が。でも代わりになんか毒の攻撃減った説、減ってくれるとすごいありがたい。俺ホーミング性の、おつかこいつかっこよ、めっちゃ背中かっこいいんだけど。ちょっと広いよ。はい。でも次は多分かやばい。うーん、危ない後ろか。来いよ。いやくそー、大丈夫大丈夫、負けてないよ、全然負けてないよ俺。あ落とした。何してるこいつ、何してる、わかんねえけど。え、